プロ野球パリーグで今シーズン大活躍した千葉ロッテマリーンズの荻野貴司選手が昨日大和郡山市内でファンとの交流を深めました。飛鳥村出身で郡山高校を卒業後大学社会人を経てプロ野球選手となった荻野貴司選手、今シーズンは全ての試合に先発出場し最多安打と盗塁王ゴールデングラブ賞を獲得するなど素晴らしい成績を収めました。高校時代の恩師が経営していたバッティングセンターには多くのファンが詰めかけました。めちゃくちゃかっこいいです。バットに当てる技術っていうのがパリーグで一番やと思うんで、守備もいいし走攻守三拍子揃った、本当に奈良の誇りやと思います。まあ、個人的に143試合出たっていうことはすごく自信になりましたけど、入団した時から、盗塁王っていうのはやっぱり目標としていたタイトルなんで、それに関してはすごく嬉しいですね。チームとしてはやっぱりもちろん、今年できなかった優勝を、したいなと思います。すでにベテランの域に達している荻野選手ですが、来シーズンのさらなる活躍に期待が高まります。荻野選手、来シーズンも頑張れ。頑張ります。